こちらでは、業種画像を用いた梨の花芽数カウント手法の検討を紹介します。我々は、梨の花芽数を毎年蓄積し、収穫数を予測する応用を目指しています。図のようなカメラを取り付けた移動体を用いて、梨の木の下を通過することによって、梨の花芽の画像収集を行います。今回の発表では、業種画像から正確に花芽数をカウントすることを目標とします。 しかし、各時刻の単純な検出処理では、時刻間で花芽数を重複カウントしてしまう問題があります。そこで、我々は各時刻で撮影された画像から、SSD を用いて、花芽の位置を検出した上で、時刻間で重複カウントを防ぐため、スーパーグルーを用いて特徴点マッチングを実行します。実験結果において、検出処理の場合では33本。 提案手法の場合は23本となっており、正解本数の24本に提案手法はより近い結果となっています。提案手法は重複を防止し、花芽数を正確にカウントすることができます。